どうも、日常演舞です。今日は、こちら、カインズカフェブリッコのマフィン3種を食べたいと思います。以前食べたのとは違うやつですね。今回食べていくのは、糖質オフのプレーンとブルーベリー、そして、まあおそらく期間限定、季節限定の新商品なのかな、いちごブリュレの3種です。春を感じるいちごと糖質カットスイーツというのがどんな味になっているのか気になりますね。では、まず何も入っていない、もう見た目から丸分かりのプレーンから食べていきたいと思います。ちょっと中を割ってやったら絶対下に崩れて大惨事になるので、もうこのままいただきますね。では、しっとり低糖質というから味はどうなのかなってちょっと心配してたんですけど、全く素晴らしい要はありませんでしたね。そして甘さは控えめになった確かになってますけど、さっぱりとした味わいと口どけはしっかり感じられます。それでいてなんですよね。だから低糖質でもマフィンしての美味しさはしっかり感じられます。さすがにデスったりはしませんからね。さてまたこれ引きずるのか自分は。残るいちごブリュレもまったり爽やかな味わいが本当に美味しいです。こうやって以前食べられなかったのが食べられるようになるというのは嬉しい話ですね。それぞれの味についての詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず糖質カットのマフィンについてなんですけど、どちらもなんか、まあ、カインズカフェブリッコのマフィンに限らず糖質がカットされている商品で自分がよく感じることなのですが、なんか砂糖が入っているのよりカットされる前の商品よりも全体的にカッチリとしているイメージがあるんですね。カインズカフェブリッコのマフィンもやはりカッチリしていたので、よく言えばしっかりとした食感がある、悪く言えば若干水分を持っていかれるような生地になっていました。なのでそこね、自分は好きなんですけど好みが分かれる部分ではあるかなと思います。でそれぞれの味についてなんですが、まずプレーンはもう本当何の気にもないド直球のマフィンのなんかさっぱりとしているんですけど、そこまでやはり糖質カットということまで甘くはないですね。なのでチョコクリームとかつけて食べると美味しいかもしれません。そのままだとちょっと物足りないかな。でその次に食べたブルーベリーはやはりブルーベリーの甘酸っぱさが入るので、プレーンに比べれば満足感を得ることができました。そして最後に食べたいちごブリュレはいちごの甘酸っぱさと中に入っているブリュレクリームのとろーりとろけるコクが本当に美味しくて春を感じることができました。なので今日はいちごブリュレが甘酸っぱさと中のとろーりとしたコクのあるクリームのバランスが一番良くて美味しかったので、代表として5点とさせていただきますって。逆。はい、それ炎天は強情パリや熱中で熱中症にならない程度にいろいろ頑張っていきましょう。というわけで本日はカインズのカフェブリッコで以前食べられなかったマフィンを3種を食べてみた動画でした。あなたが食べたいと思った商品はありますか？もしあるのであれば実際に食べていただけると自分も嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけたらもっと嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。日常演舞でした。演舞終演。